始まった。はい、ちょっと待って、これツイキャス的な、これ今ツイキャス、はい、ね、もうフォロワー数10万人いってないのに10万人いってないのに、ちょっとだけサドちゃんとキャスを、もうチャットだよ、ね、そんなもん。もうサドちゃんしてけど顔出しでさやるの初めてでしょ。どうかな、いや初めてでしょ絶対。うん、はい、こんにちは。今ねセカハウスにやる、お前らね、あのね、1万人、ほろ、1万人じゃないの、10万人行ってないのに、サトちゃんと今ね、ツイキャス、もうしてる、特別サービスにしてる、してるからな、のさ、こんばんは。あー、今ちょっと酒飲んでるから、ちょっと酔っ払ってるけど、お互い。うん。のこさん生きてた。はい。生きてましたよ。はい。はい。ね。ちょっと待って、キャス、うん、元気、元気になりました。はい、うん、元気にはなりました。皆さん心配かけてすいません、本当に。はい、うん、沙織ちゃんは今はいません。リスカ、リスカは大丈夫じゃありません。はい、うん、ね、ちょっとテロップ君歌やります。お前ら本当にね、あのね、あのフォロワー10万人いってないのに特別サービスだからね。うん、うまくいけない。さっちゃんでしょ、顔出し始めるじゃん。うん、さっちゃんいてよかったね。いや、要は特別サービスですよ、もう。うん、さっちゃんに元気づく、深瀬くんリプ返信ありがとうございます。さあちゃんけどさ、さっきも言ったように、読めないんだよね、うん、あの流れが早すぎる、はい、早い、そうそう、うん、そうそうそう、元気よ。今キャンプ寝ることになったの、ツイートしたいの。あ、今した、した、あとね、いつもノコがお世話になってます。はい、ノコは天才だからね。ない、売れない、天才だから。僕は天才ですか、これ最高。いや、サーちゃんね、さっきから僕のあの夏インストールをずっとね、かけてくれてね、もう、ほんと、ずっと照れてる、いや、本物やって。いや、サーちゃん初めてよ、これから顔出し、ね、こっちもやる、うん、俺これはあの、怒られるんじゃねえかな、事務所へ、そっちは。顔赤いから、顔赤い、もうどっちも今酒飲んでます、今ね、のこさん何してんの、今セカオハウスで、あのね、サトちゃんと酒飲んでます。はい、深瀬くんベロベロ、サーちゃん今ベトベベロベロですか。ああ、顔がパンパン、顔がパンパンパン。ああ、そう、キッチンで飲んでるのかっこいい。ああ、めっちゃいい。いやいや、え、10万人そう思わない、みんな何が。ああ、この曲天文学的なその数からね、大絶賛です。はい、めっちゃいいよね。深瀬くん、あのきっとよくなった、もう夏インストール、うん、そうそうそう、うん、深瀬くんから見てもらって。ノコはいまいち、何がいまいちだお前。ああなあ、何がいまいちじゃねえだろお前、お前セカワファンだろお前な、おいね、残さんリップくださいって何か。はい、これめっちゃいい曲だね、ほんとに。いや、ありがとう。いや、ほんとに、マジで会いたくて、ちょ、ごめんね、ちょ、酔っ払ってて、本物が出ると思わなかった。いや、だから俺のツイッターのフォロワー数が10万人いったらね、10万人いったら、やっぱ、絵がいいわ。うん、10万人いったらな、やるって言ったろ。でも強くなるさ、良くないですか、きっと良くなるさ、良くないですかって。サチはあんまり、あのツイキャス久々だよね、うん、久々だし、顔出し初めてだからね、多分最初で最後だからね。ちみって呼んでください、ちみ。分かんないけど、うん、これ完全にセカワリスナーだ、うんうん、まあまあ今日はもうサチはもう多分最初で最後の顔出しだし、
ね、もうツイキャスもね、なんかノコってさ、なんでこの曲かけたの？え？なんでかけたの？そんなこうなんかバイトみたいなしてる曲じゃん。バイト？バイトとか仕事してる曲じゃん。ああまあまあまあ僕もバイトしてましたからね。まあけどやっぱ僕もあるんですよ。そういう気持ちが、はい、気持ちがあるんですよ。あれね。エスカレーター。エスカレーターにボタンはないんじゃないかなと俺思ったんだけど、それエスカレーターにボタンあるっしょ。ないでしょ、エスカレーター、エレベーター。あ、それってお前突っ込んじゃいけない話だな。あ、確かにね、エスカレーターにボタンはないっていうのはどうも、どうも皆さん、確かそれはあの、確かにそうですね。それ、俺今気づいたわ。気づいた？それ、俺今気づいた。あれ？言うちゃダメだよ。お前ら、ちょっと待って、俺今、エスカレーターに最後の辺ボタン。この曲大好きだから、何回も聴いたから。いや、そうだけど、本当にあのカラオケでも歌ってくれてるらしくてね。あーっとね、エスカレーターのボタン何？エスカレーターのボタン、いや、俺も今非常停止ボタンがあるって非常停止ボタン、ひどいよ、酒飲むわ非常停止ボタンがあるから、うん、ごめんね、ちょっと今2人とも酔っ払ってて、今課題やばいです、応援してください。俺に言ってないだろ、お前俺に言ってないだろなあ、うん、今日はどのファンがいるんでしょう。いや、俺ちゃんほとんど今、さっちゃんツイートしたでしょ。まあ、俺のね、僕のあの、かまってちゃんファンもいますけど、セカワンファンも今、いるよ。多分、名前呼んでって言ってる やつらは、ね、あの、さとちゃんのセカワンファンですよ。わかんないけど、ね。エリって呼んでとか、エリって。死ぬとか言うなよ。いや、なんかそう、俺もだけど、そういうの あるんですよ。僕もさっきあるんですね。そういう時も。そう、ダイエットなんだよ。まあまあまあ、名前呼んで、名前のこさん名前呼んでいや、名前を言いません。あとツイキャスもね、別にそんな長くありませんよ。はいはい、とりあえずね、ずっと好きだから、どうも、あーってのこさん元気出ました。いや元気は今もう酒酔っ払ってるわ。元気出たよ、本当に。そう、ずっとものさ、のこ元気なくとかさ、抱かれてんのが赤髪なのはさ、俺関係ないの？関係ありますよ。関係あんのかよ。ありますよ。関係あなたですよ。ホモじゃねえかこれ。ホモだよ俺は。ホモの、うん、ホモだよ。相当飲んでる。これなんで赤髪なの？ずっと思えてた。え？これなんで赤髪なの？あなたが赤髪にしたからですよ。お前が赤髪になったから。赤髪だよ。赤髪、赤髪になったから赤髪になったんだろう。どこのファンはみんななんか死ねとか言ってたでしょ、こいつ。え？の俺のファンは死ね？死ぬとか言ってたでしょ、昨日。あ、まあ僕は死ぬって言ったんですよ、昨日。昨日だから昨日、一昨日ね。あ、昨日もう自殺未遂をね、あの、したんですよ、一昨日。もう、そっとでも俺だろ？もうこのリストカットもして、うん、うん、よかったね、生きてる。いや、だからけど皆さん、リスナーさんもね、昨日の配信ツイキャスも、言葉、あとはさとちゃんもね、今こうして、本当に皆さん、本当、ありがとうございます、本当に、もう。一緒に、声も出るのって初めて？え？初めて。一緒に出るの？だ出る、そう、こういうツイキャスとか出るの初めてだっけ？いや、これ初めてだよ。初めてか。はい、初めてだよ。出だししなくてよかったよ。イエーイ。初めてだよ。しかも。出だししようとしたときに、大体、俺んち来る。まあ、2年前も。前は呼んだ。まあ、2年前、さとちゃんがね、呼んでくれたから。そうそうそう。2年前、そう、またね、覚えてる人いる？覚えてる人いる、まあ、今いるでしょ。2年前はね、うん、そうそう、2年前の、なんだっけ、うん、お前がぐちゃぐちゃにしたでしょ。そう、ぐちゃぐちゃにして、あのね、TM レボリューション西川さんのね、番組も蹴ってっていうかね、覚えてますよね。
チューしねよって何よ。チューなんチューとかしねなんで笑う、なんで照れてるの、なんで照れてるの、なんで照れてるの、なんでチューって、なんで照れてるの、いや照れてる、照れるでしょ、チューチューとか、チューしてあげるよ、ほら、いや、ちょっと、ほら、いや、今、まあ、まあまあまあ、かわいい、かわいい、いやもうこんなにキャスも二度とないですよ、君たち、ほんとに、ね、ほんとに、いや、ありがとうございますじゃねえよ、ラブラブだから、まあラブラブ、まあまあまあ、まあまあ、ほんとに、俺けど、追加、2人っきりしかいないから、2人っきり、今、そう、だから他のメンバーあっていいけど、今、2人っきりしかいないから、そう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 。ね、これログはもう残し、ログは残しませんからねログは残しませんから、はいはい、いや、アーサーテスト、うん、まあ、とりあえず、ね、僕は喜んでますよ、まあ、他のメンバーいないんだって、うん、いないんです、うん、はずなどれかけようかなちょっと待って、どれかけたらいいと思うどれかけたらいいと思う、見えない見えない、あ、ちょ、見え、上がった、いや、こっちだったら見える、ロックン、ちょ、待って、じゃあ俺は言うから大丈夫、あ、いや何をか、フロントメモリー聞こえてる、うんロックンロールや、みなま、鳴りやまない、23歳夏休み、幽霊未満、チリトリ、どれがいい、どれがいい、幽霊未満、ロックンロールは鳴りやまない、チリトリね、どれがいいですか、23歳夏休み、幽霊未満、チリトリ23歳の私に、うん、何、なんかいろんなコメントありますけど、これ何がいい、うん、しりとりで23、お前らだからまとめてよ、ちょ、あのね、セカオワってセカオワうるせえ、今は俺のターンなんだよ、うるせえ、うん、今は俺のターンなんだよ、じゃあ俺、ね、なんか、まとまってねえから、ロック、うん、まあまあ、じゃあ、ロックンロール、ロックンロール、まあ、ロックンロールの意見、酔ってますか、今、ね、いや、今、酒飲んでますから、これがノコが、うん、ピアノは、これは僕は、はい、全部、撮ってる、いや、僕は全部、あ、モノ、あ、じゃあ、弾いた、レコーディングで弾いたのモノって言うんだけど、うん、そうそうそう、うん、めっちゃタバコ吸ってんあれね、タバコ吸ってんの、言ってないから。言ってないから。え、何が？言ってない。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。これ飲むですか？大丈夫。大丈夫。大丈夫。どうでもいいよ。いやーまあさとちゃんはね、もうこんな、もうこういう人なんだよ。ね。うん、タバコ無理やってないか。タバコダメだよ。タバコ吸って何のタバコ？うん。マルボロです。はい、僕は別に誰も迷惑かけてないからいいくらい、まあそうだよね、別に、うん、うん、器でかい、 B 型と B 型、そう、 B 型と B 型です、あれ、何の B 型、 B 型ちゃん今更俺超 B 型、そう、5年前から言ってるの、 B 型からかつ中卒でしょ、うん、B 型中卒ゴミクゼやろ、B 型中卒ね、もう同じ、まあやっぱりさね、メンヘラでもあったし、これねメンヘラでもあったまあコミックスやろ、メンヘラタッグだから、メンヘラタッグ、うん、あれ中卒、 B 型中卒、お前も薬やめな、あーやだ、僕もね、だまあそこはやめたんですけど、だからやめたんだけど、まあちょっと昨日はね、久々にね、もう完全に酔っ払ってます、うん、薬ってだからあれだよ、ドラッグのことじゃないから、精神薬だよ、精神薬だからなやってるやつでもやめろ、ほんとに、うん、まあこれは僕も言ってますよ、僕も言ってるんだよ、お前まだ飲んでんの、俺はまだ飲んでんの、お前も飲むのやめろって、まあ、いや俺もやりたい、飲んできてたよ、まあ今日 ね、やっぱ寝れない時とかさ、やっぱさ、あったりとかさ、スーパーさ、やっぱ飲まないと頭の中がうわーっていっぱいあっちゃってさ、
そう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 、お薬ね、そう、うん、話し合って王さんの本当はあなたの、いや本当だよ、俺の俺がお前これ佐都ちゃんがもうねこれ出てくるもう最初で最後だからな、顔しかも顔出しでもう分かんないけど、え、何追加数やってるの分かんないけど、まあ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 死ぬなよ、いや死ぬ、死ぬな、死ぬな、わかる、死ぬな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 、うん、だもう、もう、もう みんなリスナーのコメントもそうだ、昨日もそうだし、サブちゃんも今こうやって言われて、僕はね、もう本当に、うん、いや、もう愛をね、受け取れらしい、本当に一緒に曲作ろうよ、一緒に曲作ろうよ、来ました、生きて、生きて、絶対死ぬなよ、一緒に曲、一緒に曲、死ぬなよ、あ、じゃあ一緒に曲作りましょう、一緒に曲作りましょう、ではえ、ちょ、待って、死ぬなよ、コラボ、コラボの、いや、じゃあえ、一緒、みんなどう思う、みんなどう思う、みんな嫌か、とんだかまってやる、嫌かな、手振ってください、ね、あの、みんなどう、俺とさとちゃんが一緒に曲を作る、うん、え、俺やりって、俺、マジでやってくよ、やろうよ、うん、それ23歳の夏休み、コラボで、うん、今作って、今作る、今もう俺の曲が流れてちょ邪魔、俺の曲が邪魔してくるから作れねえよ、うん、のこちゃんナイトってなんだよちゃんと作んなら間違い作るやつ、間違い作る、間違い作る、間違い作れます、間違い作れるよのこちゃんナイトって一緒に歌ってほしい、今年中に完成させて、だから他のメンバーはいません、今セカオね、他のメンバー今俺とサツちゃんしかない、うん、今即興でコラボしてるから、うん、どっちが歌うの、いや、わしらはサツちゃんが歌ってもらうからな、でも、けど、まあ俺も歌いたいけど、うん、一緒に歌おう、一緒に歌詞も書いて、 A メロ俺が歌詞書くからB メロを書けばいい、旅を一緒に半分半分で書いてじゃあサーちゃんが A メロ書いて俺が B メロやって、サビはじゃあ一緒に作るみたいな、みたいな、そうなんじゃん、やったー、ズッキュンへーよ、俺のこさんギターで、うん、リリースしよう、うん、ぐちゃぐちゃなるやん、ならないから、俺たちの絆を舐めるなよ、絆を舐めてる、絆を舐めてる、誰か舐めてる、舐めてるぐちゃぐちゃになりません、うん、ね、失礼しました、いやいや、歯を作って、舐めてない誰が舐めてる、いや、舐めてない、さあじゃあ眠そう、ね、眠って、ね、いや眠たくない、眠たくない、いや、今、いや誰が舐めてんのって、うん、そうそうそう、俺見てるから、顔近い、うん、ね、買いたいね、いやもう名前呼んでリスナー一応もういいから、ね、酔っ払い、うん、眠い、誰が舐めてんの、近すぎ、結婚してくださいね、バンド同士でコラボするの、まあけど、でも千葉銀が俺のこと嫌いじゃん千葉銀が俺のことが嫌いだから、バンド同士のコラボができるのそれは昔の話、千葉銀そうなの、いや千葉銀は俺のことが大好き、まあきまあ、あ、そんな分かんないけど、コラボできない、コラボできないかもしれないバンドではね、割とマジでまあできないかもしれない、バンド同士ではできないかもしれませんサーチは本当に、まあ、いいやつだよ、本当に、うん、今簡単に作ってくださいってそう簡単に言うなよ、今酔っ払ってんだから、音楽を作るのは難しいよね、難しいよ、うん、一生懸命なんだ、どこだって俺たちのこと嫌いだったのよ、まあまあまあ、もともとはね、俺もね、やっぱセカゴをディスってたわよ、ディスって、ね、ピエロのお面をかぶってるやつを剥がしてやるわけよそんなこと言った、言ってたからあれなんだよ、ピエロのお面を
そうやって言ってたじゃん。ピエロの俺は。だからフェス。まあまあまあフェスでね。フェスで。うん。でフェスで。まあ、そうですよ。楽屋がね、花僕一番遠く。そう。僕とあのセカワと新生かまっちゃんってあの5年前は。まあ今でこそ仲いいけど、あの5年前はやっぱ楽屋経営の中、楽屋が一番遠かった。今この姿を見て、そうおめえがだから、おめえがそうって言ったから。いや俺は言ったけど、まあその時だけどね、まあ、うん、だから本当に仲が悪かったんだけど、まあ今はけどね、そんなことはないけど、うん、うん、まあとりあえず、うん、でもお前から話してこなかった、話しかけてこなかった。いや、それは僕はけど、僕からも行こうと思ってましたよ、話しかけようと思ってた。トイレで話しかけたじゃん、もう俺からもさ。トイレでさ、話したじゃん。うん、風俗とか行くって。これダメ、話しダメ、これダメ、ダメかな。今全国放送ね、全国放送いろいろ、これね、いろいろ全国放送。男は風俗とか行くし。まあまあまあ、そりゃそうだよ。男は風俗行くよ。めっちゃ見てる。全国放送だよ。のこさん変態ってなんで。男はみんな変態だよ、そんなもん言ったら。な。男はみんな変態だよ。仲良しだよね。うん。なんで仲良くなったの。なんで仲良くなったの。やっぱそれは相性が、まあ。もう、もともとすごい嫌いだったのに。そう。もう30秒ぐらいだよね。30秒ぐらいになる。あれだよ、やっぱそのさっきも言ったようにトイレでチンコをね、お前のチンコと俺のチンコをこうやって見せ合ってこれ見せ合った見せ合って、そこからそっからね、やっぱいやもうその見せ合う前から仲良かった見せ合う前からチンコとか興味あるの。チンコとか興味あるの。ひどいひどいよ、ひどいひどい。俺もうダメなんだ。じゃあ いやいや、俺が心配してる今。いや何でもない、俺もやる、何でもやる、別に。あどうでもいいじゃん。まあどうでもいいチンコとか興味ない。興味あるか見てみるわ。まあまあ志村だろ。まあけどね、まあサドちゃんはね、けどね、こうやっててツイキャスで出てね、まあね、いやな、本当にそうないからね。うん、本当に、うん、やっぱせいさずちゃんはやっぱ本当にもうさだけだよ。もうこういった飲んでね、飲み合える友達みたいな。本当にどのぐらい飲んだんですか。いや別にそうなんじゃないよ、まだ。うん、顔見えただけじゃん。うん、のこの告白、おい、これ大丈夫なのって。何が大丈夫なわけねえだろ。ダメ。大丈夫なわけねえだろ。けどまあいいんだよ、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。うん、どうでもよくない、そんな。うん、大丈夫。この曲好きなの。朝までこうしちゃう。この曲好きだと思う。これ今チートリですね。これ聞こえる。俺チリトリ好きじゃない、みんな。うんこ漏れてません。聞こえない。聞こえるでしょ。チリトリ来たでしょ。うん、ペンテじゃない、チートリです、これは。はい、のこさん、今日は警察呼んじゃダメだよ。なんで俺は警察呼ぶんだよ。呼ばねえ。呼ばねえ。呼んでみる、一応。なんで自分から呼ぶんだよ。意味がわからんです。まあ、いや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 、すごいよね。滑舌。ポケモン GO してますか。ポケモン GO してる。サッシャポケモン GO とかしてる。してるしてる。あ、してるな。してるしてる。マジで。え、今バカなんでって。今もしてる。たまにしてるよ。バカなんでって。バカなんです。ドラゴンナイト歌って、いや今は新生かまってちゃんのターンだからね。うん、いや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 、いやー、これはなかなかね、いいキャスですね。こんなもう、じゃあごめんね、ちょっと二人とも酔っ払っちゃってて。何聞きたい。何聞きたい。逆に何か質問ある。今日は何時までキャスの。いやもう俺とノコがセックスしたかどうか聞きたい。聞きたくないか。聞きたくない。いや、わかんない。
俺とサトちゃんがセックスしたことあるから、どんな聞いたやん、聞いた人いる、セックス配信しましょうバンになるから、やめて、僕のアカウントだからこれ全乱、乳首出ただけでバンになっちゃうから、これダメなの、ダメなんです、バンなんです、バンっていうのはダメとか、アカウントごと消えちゃうみたいな、そう、消されちゃうみたいなそうそうそう、うん、二人の一番の思い出、いや思い出なんかいっぱい、もう語る、もういっぱいあるよ、そんないっぱいあるね、うん、そりゃほら花見とかさ、もうさ、もういっぱいあるよ、マジでオレンジ着て泣いたこともあるよ泣いたこともねまあ、家を破壊したわお前はお前は俺の壁破壊したからね、うちの家の破壊した話とか、うん、壁破壊しりとりいいよね、ほんとに、いや、壁破壊したのはあれだよ、カードゲームだよ、カードゲームをちょっとみんなでやってて、まあこれはもう知ってる人は知ってると思うんだけど、知ってる人は知ってると思うんだけど、カードゲームでね、僕がね、ちょっと負けてね、怒っちゃったんですよ、それでセカオアハウスを破壊してしまったんです、壁を、はい、ノコ若葉っすって、ね、若葉じゃない、僕丸棒です、吸いすぎやめてください、いや、やめない、うん、これノコが吹いてるこれは僕がもうピーヒャラピーヒャラ口笛でもうふわーってやってます、もうふーっておしゃれだね、おしゃれおしゃれのこ小学生、うん、のこさん眠い、あ、まあ君ら夏休み終わったばっかだからね、行ってもね、てかもうこの11時か今、もう俺まだ9時ぐらいだと思った、今11時半もうみんな眠いね、ツイキャスはやっぱさ、眠いの、違う、リスナー層が子供たちが多いから、お前ら子供、いやみんないくつで、学校しんどいでしょ、今日何時に、いやもう終わりするよ、明日行けば休み、まだまだ夏休み、あ、そうなんだ、明日文化祭です、女の子が多いってこと、17、16、ほら女の子が多いってこと、女の子、いやそういうことじゃない、男の子、女の子、高一中だから、ツイキャスはやっぱさ、やっぱ多いんだよ、ガキが、うん、18歳、17歳、うん、17の、13歳の女の子、うん、16歳、ほらね、26、女子、昔女の子でした、どういうこと、82です、あ、そういうのいりません45歳、うん、まあいろ、まあけど、まあまあね、まあ俺らのためぐらいの人もいると思うけど、うん、まあ圧倒的にやっぱね、うん、キッズたちが多いから、14の女の子、うん、再練習 しんどい女子16です、なるほどね、うん、さあちゃん、俺カラオケで歌ってくれてね、歌ってるよお前ら、サオちゃんはこの曲をよくカラオケで歌ってくれてるらしい、もう嬉しいよ、僕はノコはほんといい曲作るような、えほんとねちゃう、ちゃう、はさみ打ちで褒めんのやめてしまう、このもう手ちゃう、お前ら何歳の奥だ、30、32だよ、うまくいかない、もう叫びたかった、痛いな、叫ぶとこ難しくないけど、このうまくいかないっていうの、ここはどう思う、え、エスカレーターとボタンがちょっと、エスカレーターとボタンがボタンがちょっと怒んないなと思うエレベーターじゃないかなって、それは別にそれはもうお前らも
何でそれ、お前俺初めて言われたよ。いや、エスカレーターに俺あなたに初めて言われたよ。ボタンはない。あなたにどう思う。エスカレーターにボタンなくない。エスカレー、俺さ、あなたによくそう言ってからずっと思ってたよ。嘘、お前ら言ったも俺に言ったことねえだろ、配信で。ねえの。うん、ないない。エスカレーターボタンない。俺は今サオちゃんに初めて言われて俺、うん、気づいた。うん、階段使え。、うん、みんな気使ってた、なんとも思わなかった。文化祭来てよってね。弟が言ってた。ただの街よ。トイレ、これ持ってけばいいじゃん。ん、トイレ、上のトイレ、上のトイレ。いやいやいや、トイレ行ったらチンチン見えちゃうけど大丈夫だ。チンチン見えた。だめだめ、これチンチン見えちゃってもいいよ。これ置いてる、これ置いてる、これ置いてる。チンチンは見えてもいいよ。チンチン見えたら俺のがパンになっちゃうから。うん、チン、これって、トイレ行こう。チンチンは見えない。チンチン見えちゃうから。チンチン見えたらパンになるんですよ。チンチン見えちゃうから。チンチン見えちゃうから。チャレバッ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 、何だ。うん、二人ともない飲んでんの。僕はプレミアムモルツ飲んでます。ビール飲んでる。サーちゃんは氷結。下履いてないの。履いてるわ。なんで俺が全裸で、全裸でお前千葉県からお前スカオハウス来たんだよ。ちゃんと下履いてるわ。切ってるわね。アナルセック。お泊まり、あ、今日は泊まってくよ。今日はセクハハウスで泊まってくよ、久々に。うん、前回はだからサトちゃんが来てくれたからさ、嬉しかったよ。ありがとうな、ほんとに。ゲーム、うん、ボケるレイド。うん、2人の尊敬してるバンドはって。2人の尊敬してる。トイレ行こうよ、トイレ、トイレ行こうよ。うん、トイレ行こう、トイレ行こう。うん、もう持ってかない、これ。お前のチンチン見せてやる。チンチンやめろ。チンチンちゃん、チン持ってってもいいけど、チンチンは絶対打つな。なるべく打たない。チンチンは絶対打つな。はい、上チンチンは絶対打つな。チンチン打つとしたら、なんで打つ、なんで打つとしたらいけない。チンチン映したら、ね、本当にそれ、僕のね、ツイキャスアカウントがパンになってしまう。僕のね、頑張りがおしゃかになっちゃうんですよ。はいはい、僕のどこ、トイレ、あ、ここか。これチンチン、これチンチンじゃない、これトイレで。チンチンに対してどう思う。お前ら違う、でも、お前ほんと、ほんと映さないね。よかった、また映さない。いや、もう、いや、マジで、うん、いや、もう映ってないわ。映ってない、映ってない。じゃあ俺の部屋を紹介しとくわ。 あ、でもちょっとやばいな。俺の部屋とかやばいっしょ、どこかがいる。ダメだ、ダメでしょ。どう思う、どう思う、俺が。俺の部屋見たいとこじゃなくて、ダメだって。やばいの映っちゃうから絶対。やばいと思うよ、普通に。ダメなものだと思う。変態だか俺。もう全然お父さんバイブとか映るよ。冗談ね、冗談よ。エロ音とかのレベルじゃないよ。変態。変なの映してない、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫。いや、お前ら、ほんと、こんなん、見せたい。スカオハウスを、見せたい。ダメだ。ダメだよ。エロすぎる。エロすぎる。エロすぎる。俺ってエロいから。ちょっと、持ってって。え、ああ、そうそうそう。うん、じゃあ、サツちゃん、チンチン映すか。おい、ちょっと。映さないよ。映さない、映さない。映さない。映さない、映さない。ノブはまとも見える。俺、いや、まともだよ今。ちょ、酔い冷めちゃったよ俺ちょっとだけ。いや、でもお前ら本当にね、このね、セカワハウスをこうやってね映すだけじゃなく、サトちゃんのね顔出しキャスね、
顔出し配信、これはもうね、マジでもう最初で最後だからね、多分ね、もう。俺のフォロワー数が1万人、ありがたいです。チンコ見せ、チンコ見せねえって言ってんだろ。レアとかもう。いや、でも俺のフォロワー数がね、今9万3000人なんだけど、10万人に行ったら、ね、まあまた出てくれるかもしれませんね、サトちゃんね。のこさんありがとうって。いや、まあセカワンファンの人たちはね。はい。よかったね。本当に。ね。もう、サトちゃんがね、顔出しでね、こうやってみんなとね、もっと増やそう。サオリさん、他のメンバーの人はいないの今。マジで。うん。いないの。この今、セカハウス、俺とサトちゃんしかいないの。あ、コラボ待ってます。フォローします。でしょ、うん、え、おしまいって、おしまいにするに決まってんだろ俺酔い冷めたよ。サトちゃんどこ行ったの？今、チンじゃねえ。何時もう終わりにするよ。終わりすぎや。お前、なんでじゃねえよ。もうサウちゃんもうめちゃくちゃ酔っ払っちゃってるから。けどサウちゃん本当にね、山口選び、いや、サウちゃん本当に、もうね、今回、まあリスナーの昨日もね、配信して、いや、本当に、ありがとうね、みんなもね、サウちゃんも、あ、出てきた。チンチン出してないよな、大丈夫だよな。あ、出てきた、出してない。よし、大丈夫。よし。いや、よいしょ。ねえ、セカワハウス。けど、まあ、みんな情熱大陸ではね、まあ、見たことはあるでしょ、こういうね、ところは。あんま映さない。映さない。うん？ここ。何がいや、俺、寒い、むしろ。寒いはずがないんだけど、俺、暑い。サーチャー、あれ、暑がりなんだっけ。俺、寒がりなんだよね。俺、クーラーアンチだからさ。クーラーかけないの？全くかけない。だからこの夏休みだからクーラー全くかけなかった。めちゃくちゃ暑い中、うん、そう、うん、まあ、こんな感じでね、セカワハウスから今お送りしてますよね。うん、これ何人が見てるって感じなの？サーチャーだってキャスやったことあるでしょ。いや、俺ここが人数で今もう1万600人見てますよ、僕らのね。あの、チンチン眺めてたらとんでもなかったよ、本当に。チンチン見る？チンチンは見るだから。見る？見ないよ。どうも。見たい。チンチン見たい。見たい。いや、見たくても俺は見せないから。見たくねえ。な、見たくねえってお前らコメントしろ。いや、方形とか言ってないけど。うん。全然。方形とか逆だから。もうみんなが思ってるもん。半端じゃないから。見せてください。ごめんね。いや酔いすぎ。いや、そのまあ普通だよ。酔いすぎじゃなかったらだって出ない、ね、まあそりゃそうだよ。うん、いや、でも今、まあ、こんな感じでね、まあ今までもね、何回もね、写真でしかお届けしてませんでしたけど、こんな感じです。普段サウちゃんと飲んでる時は音楽の話したりとか、でも共作とかね、したい。本当はびっくりしたけど、したいね。共作もしたいし、あれもしたい。何したい？うーん、肝試ししたい。なんで？なんか怖いとこ行ったりしてるじゃん。やだよ、俺怖いの嫌いだもん。行ってんじゃん、一人で。いや、行ってないよ。森とか行ってんじゃん。あー、行ってるけど、あれは配信つけっぱで、そう。配信つけっぱだからさ、まださ。そう。配信つけっぱだから。行こうよ。怖いとこ。配信つけっぱとかだからさ、まあ、二人だったらわかんないけど。行こうよ。肝試し、どこ行くの？どこなんか。逆に、その都内でさ、教えてよ。怖いとこ。都内で怖いところ、いっぱいあるっしょ。うん。今からやろう。やんねえ。今からやろう。普通に、肝試し一緒に行く。お台場のお化け屋敷。本当に怖いとこだ、どこ、はい、どういうの。犬山、いや、なんか有名なとこあるね。なんか犬山トンネルとかなんかね、そういう、ね、近いとこがいい、お前の家の。俺の家の近いところ。俺の家の近いところは、まあ言ったら俺ん家だな。なんかすごい怖いとこ。俺の家、お前ん家怖いよ。俺ん家怖いよ。俺ん家は、霊的なバンドマンが住んでる家なんで、ね、怖い。俺、まあ前来た、見てきたから分かると思うけど。いや、怖い家だったよ、普通に。汚い。まあ、汚い。掃除しろよ、もう少し。掃除できないんだよね。なんで？分かんない。俺掃除、あ、なんか落ち着かない。俺の部屋綺麗じゃん。え、きれい、今、きれい、きれいだった。見てこい。え、ほんとね。
え、嘘綺麗だよ。いや、サーちゃん、今日サーちゃんの部屋を今日だいぶ見てない。サーちゃんの部屋は、うん、俺だいぶ見てない。物がない。物が、嘘物がない。うん、あのトレーニング、あのトレーニングするさ、さランニングマシン未だにある。ランニングマシン未だある。未だにあるんだ。うん、どこ行ったらいいと思う？怖いとこ、近いとこで。うちんち怖いよ、サドちゃんのお部屋。うん、部屋映しちゃダメ、映せませんよ。うん、やばい。怖いとこ行こうよ。うん、怖いとこ行こうよ。いや、怖いとこってけど、怖い、怖いけど。近くに墓場あるよ。ちょっと待ってね、近くに墓場。墓場あるよ。どうも。墓場どこに墓場あるよ。あれさ、この墓場あるよ。このままさ、追加したまま行こうっていう流れやめてよ。近くに墓場があって。ダメだから。それで墓の人を侮辱することになるから。そう、侮辱することにもなるし、ダメだから。でも怖いと思うから。ちょっと犯罪になっちゃうか。そう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 。今からよ、それはダメ、それはダメ。モラル的にダメよ、それは。モラルとかあんの？モラルとかある。モラルとかお前にもあんの？あるよ、あるよ、ちゃんとある。ぼちはダメ。ぼち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 、ぼち金。かわいい。残さまともです、当たる。終わったよ。うん。え？かわいいね。何がよ、これ。かわいい。何がか。かわいい。かわいい、かわいい。僕はかわいいよ。僕かわいいね。僕かわいいよ。猫とかじゃ猫いけるでしょ。え？ホモで言うと。え？猫。猫、あ、猫ってどっち？掘られる方がいけるでしょ。いけねえよ。いけねえよ、それは。いけんじゃないかな。いけないよ。どうも。じゃあ、じゃあ、なんですか、さっきからこの、なんかホモトークなんだ。俺、猫いけないから。俺、ちゃんとこう、ね。どうも。どっちかっていうと、僕は攻めの方だと思いますよ。嘘だよ。いや、いけるな。いや、そんなもん。いける、いける。そんなもん。俺は絶対そうない。俺は絶対猫に。いや、やだよ、俺、掘られる方は。で、痛いもん、まず何より。いや、やったことないじゃん。やったことない。やったことない。大丈夫、俺がローション持ってるから大丈夫。いや、ローション持って大丈夫。ローション持ってるから大丈夫。やんねえや。やんないってどうする？サトちゃんは。いや、サトちゃんはだから猫じゃないんだろ。逆に。猫じゃない。猫じゃないだろ。猫は攻めと見せる受け身っぽい。いや、受け身じゃねえよ、俺は。ローション。ローションで。今から二人ローションまみれになって。ダメ。ダメ。女が好き。女が好き。そう、僕は。俺別に別に男の方が関係ない。そうなんだ。うん。それは初見だな。いや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 。まあ、また何？千葉県の活業、いやもう、あの、いやいや、心霊はやめてください。あの、心霊は怖いから、本当にね、どっか行こうよ。怖いよ。で、そう、本格的なとこ行くんでしょ。うん、行きたい。すげえ怖い。震えたりしたいじゃん。え？震えたい。震えたい。やばいじゃん。震えたいって俺、全然感じない。そういうの西野カナか。西野カナとか言うね。やめろ、これだ。いやユニバ2人で。もうちの地下のスタジオはお化けが出るらしいよ。え、マジで？え、俺そこでいつも寝てんじゃん。でも、いや、出るよ。さよなら。俺今日も泊まる。てか今、ちょ待ってよ、それ俺初めて聞いたんだけど。俺だって今までずっと、だってさ、セカワース泊まるときずっともう何十回と、あの地下に。だから出なかったでしょ。出ない人は出ないらしいけど、出る人は出るらしいよ。え、マジで？マジで。まあけど、スタジオで出るって言うからね、レコーディングスタジオは。地下だし、しかも。さよなら。どうも。どんなの出るの？面白くないそういうの。どんなの出るの？え、ど…コラボだって。え？ん？どういうこと？いや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 。まあ、俺も寝たい。寝たい寝たいコメントがなんかいっぱいありますな。もうみんな眠いの？そんな。まあまあ、こんな時間だから、まあ、確かに明日。おやすみ。うん、残さん、後ろ、おやすみ。いや、そんなにみんな寝たいコメントすると寝るよ、俺たち。うん、おやすみ。いや、深瀬さん、今来ました。いや、遅いです、おやすみです。もう、はい、地下行ってみて。いや、もう、次だよ、次、また。うん、僕のフォロワー数が10万人いったら、うん、その時は、ね、肝試し配信しますよ。ちょっと、持っていって。その時はしますよ。勝手に言ってんじゃん。はい、しますよ。うん、2人で何か歌って後ろに。うん、終わらないで、即座にほど。いや、まあとりあえずね、
おやすみなさい。みんながそうやって言うのか終わるのか、うん、じゃあおやすみって感じ。まあけどおやすみね。けどまあ明日学校とかあるから、まあけどとりあえず 俺らはまだ寝ないと思うけど、うん、もう眠いよ俺ら。眠いの。じゃあもう眠い。一緒に着物飯しようよこれから。あ、じゃあ配信外でじゃあ行くか、うん、いや配信のまま行こうよ。配信、まあ、それは配信外、うん、え、配信のまま行ったら面白くないみんな。どう思う。ダメダメ、配信外行くの。いや、配信外じゃなくて配信外よ。じゃあちょっと墓地はダメ。墓地はダメ。墓地じゃないとこならいいよ。墓地じゃないとこ。なんで怖いってこと。ほんとに、うん、なんで怖いの。ビビってる、うん、近くにあるのよ墓地が。見たい見たい。墓地は怖い。近くに墓地あるの。え、じゃあ他ないの。なんかどっか行くところ、うん、墓地しかない。墓地金外配信しよう。いや外配で墓地いらない。みんな墓地いらないか、うん、そう墓地墓地いらない。スタジオ行こう。スタジオでは何が出るの。スタジオはあるけど、あのあれが、あの電波がなくなっちゃう。ああ、きゃ携帯のね、うん、あ確かに携帯だよね、うん、いやーまあそんな感じですよ。うん、じゃあね、じゃあ墓地行こうぜ。行こう。墓地行こう。墓地行こう。墓地行きますか。外側から見るだけでもいいや。うん、じゃあ墓地行きますよ。けど、まあ、場所はね、これ飲みながら行ってもいい。うん、どれ。あ、それね、いいよ別にいいよ、うん、じゃあ行こうぜ。ちょっと待って、ただタバコだけ。じゃあこれから。分かった。じゃあちょっと待って、充電が残りちょっと 25% しかないから、あの中途半端に終わっちゃうかもしれない。家バレしちゃう。いや家バレしないようにちょっと、だからちょっと隠すわ、うん、隠す。家バレしてんの。まあそもそもしてるけどね、確かにな。あれ俺のあ、んサンダルは見つけた。うん、ポチキャス。いや、まあその中には入りません。はい、なんかこう出かけるのって面白くない、見てる人たち。まあ外配信はね、みんな好きだからね。ただ場所バレはマジでしないようにね。俺は本当に今冷静になってくる。俺が本当に今冷静になってるわ。ちょっと待って、あかねえ。リアートされますよ。だからめっちゃ俺、僕がちゃんとし今ね、ああああ今つあの近くまで行ったらあの映すか。あ、いいよ、もう映すじゃん。あ、待って、まあダメでしょ。まあダメだよ。まあまだダメだよ。まあダメ、まあダメ、まだ映すの、まだ。あ、けど暗いからだ。あ今この画面だったら大丈夫。暗い、ほら暗いから、暗いから、ね、大丈夫。これで今出かけてきたよ、うん、どうもみんな今外配信してます。あ、ま、前が車来た。ちょ、引かれちゃう。うん、前が車来た。うん、最高です。まさかのさとちゃんとの外配信。外配信もうこれ本当にね、ガチでもう最初で最後だわ多分、下手したら。もうこれはレアですよ本当。デート配信か。デート配信みたいなもんだな。ラブラブじゃん。ラブラブなんて。ちゃうん、超楽しい。うん、さとちゃん外配信までデビューしさせましたよ僕。でも、どんぐらいかかる時間。いやいや、そうそう、あ、もう、あ、ほんと、あ、ほんとすぐそこなんだ。でも入れないと思うけど。あ、いや入らない。うん、のこさんも嬉しいですね。嬉しいです僕も。うん、でも嬉しいよ今日は本当にマジで。家の鍵閉めた。家の鍵閉めたっけ。なんか閉めてない。閉めてない。閉めてない。適当。家の鍵閉めてないよな。なんかってさ、お化け見たことある。ある俺。どこ。俺これリスナーにも言ったことあるんだけど、僕はあの小学校の頃。教えて教えて。そう、小学校の頃で聞きたい。あのみんな聞きたいけど、これ聞いて。聞いたでしょ。どう聞きたい。いやな、きょ興味。いや聞きたい。聞きたくない。聞きたくない。怖いよ。うん、教えて。いや俺のあの小学生のね頃、うん、僕がね、あの、うん、自分家であの大量のおばあちゃんのあのなんか羅列っていうか、うん、羅列ってなんだ、なんて言えばいいんだ、おばあちゃんたちを見たんですよ僕が夜中。おばあちゃん、自分家のリビングで行ったら、さとちゃんが来たじゃん、うん、うち、あそこのリビングの部屋で、うん、いきなりおばあちゃんがあのね出てきて大量の、うん、
大量のおばあちゃん、その後俺泡吹いて気絶した。マジ？マジ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 で。なん？怖。それ小学校の時。マジで。これはこれ知ってる人は知ってるし、俺何回も話してるから、これガチだからね。うん。だから俺も霊感ないわけないんだよ。だから怖いんだよ。うん。怖いの？うん。今回。なくはないね。さあちゃんは今まであるの？あった。一回だけ。どこで？いやだからそのピエロ。が関係あるんだけど、ピエロは関係あるんだけど、ピエロは関係あるってよ。あのラブさん、ラブさんはね好きなの。ピエロはやっぱりなんかラブさん紐にかかってたラブさんかい。よし、無視。ラブさん、いやラブさん、ラブさん、なんかその家に2つ部屋があって、うん、俺の時にね、うん、俺の、うん、子供の時に、うん、小学校の時に、うん、で、その時におばあちゃんのお姉さんからもらったピエロの置物があった。え、何それ。なんか紐で吊るされた置物があった。で、まあ別にそれは何とも思わなかったんだけど、うん、なんか熱い寒いゲームって知ってる？何っすよ、熱い寒いゲームってお前ら知ってる？俺わかんない。後ろ誰がいる？そんなことない。あと宝探しゲーム同じなんだけど、熱い寒いゲーム知らない、知らない、知らないってみんな。で、宝を宝見つ、その宝を隠すわけよ。宝を、で、それを知らない、教えてる。まあ、ピエロがいる部屋で待機するわけよ。なるほどね。で、待機して、その他の人たちは、あ、その待機した人たちは、うん、その宝を隠すわけで、探す人はいるわけ、うん、で、探す人は他の部屋にいて、うん、で宝探しゲームでしょ。あ、知ってる人は知ってるんだ。そうそう。で、近いとなんか寒い寒い、あ、近いと暑い、うん、暑い暑いとか言って、うん、遠いと寒い寒いとか言って、うん、それで、その俺たちが探した、うん、あ、俺たちがその隠したなんか宝を見つけていくっていうゲーム。ああ、それをしてる時に、うん、俺今すごい説明いただくとだけど、いやいやいや、でもで家バレ危ないって。別にその周り大丈夫でしょ、この範囲は。まだこれ大丈夫だよね、別に。いいよ、うん、いいよって来るなで、宝探しをしてたんだけど、宝探しをしてた家そのいや来るな。ピエロがいた。うん、ピエロがあんな、ピエロがあったんだけど、うん、ねえ、宝探しゲームしてんだけど、ピエロが動くわけ。怖。なんかピエロってけどさ、俺もさ、あのさ、イットって英語わかる？イットってあるね。そう、俺あれトラウマになってんだよ。だからさ、いや動いて、で小学生の私はなんか、うん、え、なんで動いてんの、さっき真ん中にいたのに見に行ったみたいになって、うん、で、わかる。で、毎回こう宝を隠すたびに、うん、なんかちょっと動いてるよね、このピエロってなって、うん、やばくない。で、それはもう本当にもう本当にやばいやつね。本当にやばいやつじゃん。で、ピエロはピエロが動いてるってなって、うん、で、そのなんつうのか、ピエロが動いてるのを確かめたくて、なんかこう、うん、ここにピエロがいたよ。で、そのごめん、話すの下手くそなんだけどいや、分かってる人分かってるから。話すの下手くそなんだけど分かってる人分かってるから、うん、何言ってんのじゃねえ。ピエロが自由に動いてる。とりあえずピエロが、え、な、もうな、何かに取り憑かれたかのように自由に動いてる。自由にその宝探し、え、それいや、いや、もう宝探しゲームしないと分かんないんだけど。でも、分かる、分かってるよ。で、え、でもさ、普通にそれ怖くね。で、もうピエロが動いてるってことに気づいたわけ。小学生の俺たちは、で、気づいた瞬間に友達が逃げたもん。家から出てったもん。俺の家なんだけど、で、逃げてって僕怖がりです、うん、で、怖いから俺は家の前で待機してたわけ。でも、うん、そしたら友達帰ってきて、うん、いや、俺ここ住んでるから正直そんな感じで出てかれると俺ここ住めなくなっちゃうみたいな感じを
小学生ながら言うわけよ。なるほどね。なんだっけ。で、じゃあもう一回戻ろうっつって、ピエロが、動くピエロがあったわけ。めっちゃ怖えやん。で、ドア開けたら、等身大のピエロがいたの。それはやばいっすね。それやばいね。何それ。等身大のピエロが等身大のピエロ目の前にいて、どうしたの。集団心理だと思うんだけど、集団心理学だと思うんだけど、マジで、いや絶対にそこにピエロがいるってみんな小学生が思ったから、感じたって見えちゃった。俺も見えた、覚えてるし。へえ。そのさあちゃんって何気にやっぱそのなんかあのピエロと縁があるよね。縁があるね。何なのそれは。ね、それは、だから怖すぎて。ラブさんじゃねえって。だから子供、その友達は全員帰った。ああ、もう怖すぎて。俺はまさにママを、ママてか、なるほど。そこまで来てたけど、ここはちょっと待ってよ、今ちょっとリスナーさん、今もうちょっと今こあのかいや、まあ、話しながら来たんです。ちょっと怖いとこにもうはやちょっと来てます。ここですよね。いや、もっともう奥。嘘。うん、これちょっとまあ場所、これ映してもこれ場所わかんねえよな、多分な。ちょ、めっちゃ今もう怖いとこにいます。全然うまく話せなかった。全然うまく話せなかった。ただここは怖があるわ。俺すっごい好きなんだ。残さ、泣くわけねえだろ俺は。泣くわけねえけど、ピエロが出たらさすがに泣くわ。さすがに俺もピエロ恐怖症なんだよ。ピエロ恐怖症。やっぱそのイットとか怖いじゃん。イットとか、だからドナルドとか、ドナルドってあっちのさ、なんかさいるじゃん、あのハンバーガーなんかさ。ここ。ああここ、うん、そう、ピエロ怖い、ドナルド怖い。ここ今着きました。これちょっと場所来ましたよ。もう、さとちゃんがね、このヤバいという場所。これど、これはちょっとこれけど名前めっちゃ書いてあんな。名前めっちゃ書いてあるから、ちょっと見せるわけにいけんな、これ。気にすんの。気にしますよ。これ来ちゃいますよ、これみんな。怖くない。1万人が来ちゃいますよ。場所バレする。いや、場所も、いやでもこう、でもちょっと見せると、まあこういうところです。名前こういうところ、やばくね。ちゃんとした、ちゃんとしたすごいこう神社。これ中に墓地があるの。もう、奥にあるの。ちょっとこれでしょ。入れねえよ。頑張って入なんか頑張って入ろうかな。いや頑張って。犯罪になるよね。犯罪です。完全なる犯罪で。いや、とりあえずけど来まして、ここがちょっと。これ今何人見てるって感じなの。え、これ 1万人が見てます。1万人見てるの。そう、1万人がね。多いってこと。1万人はまあかな。まあこれやっぱ時間が時間だから。何時なの今。12時だから。まあこれがね、夜の9時とかだったらもうね、10万人とか行ってると思うんだけど。へえ、うん、そうなんだ。2人はどこで知り合った時。今関係ねえだそれ。ビビってる。エロいよね。エロいってない。大体エロいことしてる。大体エロいことしてる。いやでも結構今。いや戻って。じゃあ戻りか。怖いのないかな。いつもは700人。明日が怖そう。あっち怖いね。怖いね。ちょ、行きたくねえな。ちょ、ちょっと本格的にちょっとこっちは怖いわ。あっち奥とか怖い。向こう怖い。あるよね。さあちゃんと手つないで頑張って。充電はちょっとそろそろなくなりそう。いつも。ちょっと奥声聞こえたとか。こっちよ。これちょっと結構怖い。みんなないの怖い話。みんな、いや、みんなここで聞く。ここで聞く。怖い話。ここ戻るよ。戻るぜ。いや、ほんと怖いよ、ここは。やめよう。お墓の人をちょっとね、怒らせた。ついてくるかもしんないから、ほんとに、これ以上。俺、声でけえから、ほんとに。いや、ちょっと、さとちゃんとね、外配信、お分かりいただけただろうか。お分かりいただけたろうか。おかわりいただけ。おかわりいただけ。ハム、いや元気出てよかったね。いやいや、それはね、塩持ってきた。元気出た。いや、元気は出たよ。
元気でないとこんなとこいないよ、元気でないとこんなとこいないよ、まあいないよね、いねえよ、天井高いよ、いねえよ、ああそうそう、まあそうそう、に、なに、あ、ミリスナーも元気出た、ああ大丈夫大丈夫、足がやばい大丈夫、足がやばい、足がめっちゃフラフラしてるけど大丈夫よ、ほんとに、なんかじゃあ大丈夫かよ、ほんと面白いじゃん、面白いじゃん、いやいや、俺パジャマだし、こうそう、パジャマだし、こけないでね、パジャマ見た、骨折しよう、骨折しないよ、めっちゃフラフラしてる私は毎日ように見てるよ、転ばないで、じゃあ、そうそうそう、転ばすな、いやー、でもすごいね、こんな、こういう流れになってなるっていうのもね、すごい、すごいことですね、皆さん、ほんとにみんなびっくりしたでしょ、なんか面白い、なんかそういうのもっとやって、え、なに、もっとやって、なに、なんかノコがこう、配信してるの見たい、なに、見てるでしょ、たまに見てるでしょ、たまに見てる、たまに俺の配信見てるでしょ、見て見てリアルタイム、ちゃちゃ見て見て、やって、もっとやるけど、転ばないでね、転ばない転ばないでね、あなた、フラ、もうほんとフラフラしてるよ、今も配信してるよしてるよ、転ばないでね、ピッタのこさんぽい、こんばんは、いやいや、びっくり、いや、まあ、びっくりでしょ、ほんとにね、うん、ほんとに松屋とかで飯、あ、俺、お金ねえよ、うん、お金誰もない、僕が保護者、うん、かわいいって、かわいいって罪、うん、ただの酔っ払いやんって、何が、え、何が、何、ただの酔っ払い、それは酔っ払ってますよ、これ、うん、これ出るよ、これが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 出ちゃいますよ、本当に、今酔っ払ってます、パジャマ可愛い、パジャマけど可愛いよね、そうじゃん、え、このパジャマ、これ、うん、これは子供用もらった、え、これ子供用なんだ、いいな、俺も欲しいな、これ、やっぱ俺もこういうの着るもん、ちょっと待って、よし、場所をね、ちょっとバレないように、あ、骨のパジャマはこわいとこ行けませんでしたね、今日は、まあまたね、次ね、もうバレてんだろってな、花火しますかってね、うん、怖いとこ行こうよ、ちょ、あから、あから、びっくりした、呪われてどこ行こうよ、あ、じゃあ、やだよ、乗られて、絶対ダメだって、その、つい、持って帰っちゃうんだって、バカにしちゃダメ、うん、持って帰っちゃう、いや、ダメでしょ、そういうのダメ、うん、寄ってくる、いや、持って帰っちゃうんだよ、そういうの、本当に、マジで、うん、いや、本当だよ、鏡、家着いて鏡見たら、後ろに変な、ね、おばさんがいたりとか、めっちゃ面白いじゃん、うん、ちょっと待って、バッテリーが、ちょっと待って、バッテリーもちょっと、バッテリーの話、バッテリーがちょっと、携帯の充電がちょっとなくなっちゃったな、ちょっともう、はい。うん、今日地下でね、充電はちょっとやばいです、残り 10% です、はい、大丈夫、帰るまで時間は、うん、まあまあ時間ある、案外近かったねけど、案外近い、でももっと奥に入りたい、うん、よじ登るから早く帰って、でもダメだよね、よじ登んならダメだよ、よじ登った反対なんだよ、うん、もうまた骨折しちゃいますよ、めんどくさくなってきちゃった、なんだ、めんどくさい、歩くのめんどくさい、はい、しゅんちゃん、はい、歩くのめんどくさいじゃねえよ、ちょっと、はい、歩くのめんどくさいじゃねえ、お前、楽しい、俺、じゃあ、俺、肩持つから、ね、おんぶしてあげて、じゃあ、俺、片手でキャ、俺、ここ、携帯持ってんだよ、ノコ、おんぶしてあげて、別に、おん、じゃあ、おんぶ行く、いいよ、別に、おんぶしてくれんの、うん、じゃあ、ちょっと待って、じゃあ俺も酒持つから。オッケー。うん、せーの。よいしょ。はい、せーの。よいしょ。歩こう、おんぶできない、おんぶできない、歩こう、おんぶできない、何でいたの今、チンコが挟まった、今ガチでチンコが挟まった、ダメじゃん、ダメ、うん、おんぶしてよ、いや、ダメ、おんぶしてあげて、いや、ダメ、今、チンコ、一旦して、一旦、うん、のこガリガリ、軽いから潰れる、まあ、俺も体力がな、確かにな、
なんかおんぶすることは可能だよ、俺は。ああ、たぶん、できる、たぶん、さずちゃんできるの。あ、まあ、あ、できる。はい。じゃあ、俺さ、じゃあ俺さ、先行こう。おう、待て。じゃあ、いくよ。いいよ。よ、おいし、いっしょっと。うん。おいしょ。全然。あ、だ、あ、いける？あ、じゃあフラチュア、フラ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 ダメじゃねえかよ。酔っ払ってフラフラだ。フラ、めっちゃフラフラじゃねえか。酔っ払ってフラフラだ。筋力の話じゃなくて、フラフラだ。だから、歩けないとか言っときながらめちゃくちゃ。帰り道こっちで合ってる？合ってる、合ってる。大丈夫？合ってる。大丈夫？全然フラフラ。いや、さらにフラフラ。いや、フラフラ。もう歩くのもあんまない。いや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 。おいおいおい、びっくりした。あなんかさ、あれやりたい。お化け、お化け、お化けのやつやりたい。お化けのやつって何や。なんかその、やばいとこ行きたい。それさっきから言ってんじゃん。やばいこと言って、行ったっしょ、今。いやいや。やばいとこ。足りない、足りない。もっと、もっと。うん。やばいとこはこれ以上あの今のところを超えるとなったらガチであのガチスポットに行くしかないよ。本当ガチスポット行こうよ。ガチスポット行くのかよ、うん、行くのかよこれから。しかもマジかよ。いや面白くない、面白くないって。うーん、あんま好きじゃない。いや俺ダメだね。ダメ。俺だ、もう本当怖い。うん、すげえ巡礼チャイシンって何が。いやいや全然周り、周りは全然映ってませんから、はい、大丈夫です。はい、ユニバってなんだよ。いや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 、幽霊のゲームとかしない。何幽霊のゲームって。うん、あれよ。うん、あれ、ちょっと待って。いや、大丈夫っしょ。で別にちゃんと隠してるから。うん、ちゃんと隠してるから。うん、無事に帰ってくるってこと。あ、そう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 。もう眠い。さあ、もうさあちゃんもこのまま多分あの絶対ね、もうこの場で多分下手したら寝るからね。いや、もう寝た。寝ちゃダメ。いい、いや寝てもいいよ。そしたら俺ずっとそれ配信で映してるから。寝てるやつ。路上で、路上で寝てる。なんだよ。ね、あんたが普通にここで寝てるところ俺ずっとこうやってもうこうやって映してる。ちゃんと家に帰りますよ。はい。暑いな、お前。暑い、さすがにちょっと今暑い。うん、いや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 、まさかの路上寝配信。なんか変に怖いとこ行きたいのこと。俺となんか。いやいやいや、ダメかな。いや、ダメでしょ。悪いか、怖いところは。まあ、怖いとこって大体やっぱりなんか幽霊とかいるでしょ。やっぱそういうね、自爆霊とかさ、うん、たたられちゃう。自爆霊みたいな雰囲気あるじゃん。どうぞ。俺がなんか自爆霊みたいな。どういうことだよお前。そう、関係ねえ。俺が自爆霊だとしても怖いもん怖いんだよ。怖いもん怖いんだよ。俺が自爆。充電がちょっともう 6% だからな。ちょっともうとりあえず家帰ってもう終わりですよ。とりあえずけど、ちょっと眠いね、確かに、ちょっと。てか、もう、さとちゃんめっちゃフラフラだもん、俺。あ、ちょっと周り映さないでしょ。パジャマじゃん、俺。うん、パジャマだし、ほんとに。世界の終わりの、紅白出た人ですよ。パジャマだよ。そのまま大阪来て。近所のおっさん。まあまあまあ、皆さんね、いやいやでも、うん。まあけど、ほんと外配信がマジでここまで行くとは思わなかったな。さちゃん、これほんと道合ってる？なんかちょっと違くない？なんか帰り道、大丈夫？大丈夫だよ。大丈夫か？大丈夫。大丈夫か？大丈夫。大丈夫。大丈夫。俺も浅草にいる。いやいやいや、皆さん本当レアなね、シーンを見せてます。ああ。
はい、家に着きました。お家に着きました。よし、じゃあとりあえず皆さん、もうちょっと充電がもうねえわ。もうとりあえずね、もうあれちゃんと目開けてるんだ、開けてる、目はかろうじて開いてます。はい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 、よいしょっと。さっちゃんおやすみ、楽しいキャスありがとう。いいえ、うん、じゃあもうね、クーラーもちゃんと、よし、寝よっか。じゃあもう、うん、じゃあもう最後これ、よしよしよし。はい、じゃあね、今日はね、もう突然のね、これね、ツイキャスね、さとちゃんとね、いやでも本当、ああ、マジで、本当に、うん、いやマジ、呼んでもう、うん、いやいや、うん、お疲れ様、さとちゃん、かわいい、大好き、ありがとう。いやいや、今回は1万人行ったのも、もうこれはね、もうさとちゃんのおかげもあるし、まあまあ、でもそれ以外にも、これ、本当にもう、これ、最後だからな、絶対にこんな、お前ら、本当、この時間を、ね、やっぱね、もう脳みそに、鹿と焼き付けとけよ。うん。うん。あ、まあまあ、とりあえず、お休みなさい。はい。僕はちょっと酔いが冷めたんで、まだちょっとお酒飲みます。最後にスクショタイムくださいってどういうこと？扇風機壊れてんじゃねえかよ。扇風機壊れてんじゃねえかよ。大丈夫？うん。おやすみなさい、キスして、やだな、今から課題です。かわいい。いや、サトちゃん、いや俺もサトちゃんもかわいいよな。大丈夫。今思いっきりガガガってやったっつって。まあとりあえずおやすみなさい。サーちゃんまた出てね、扇風機を直して、のぼさん、さとちゃんもいますよ。はい。いやー、とりあえず、はい、皆さんおやすみなさい。はい。うん、おやすみなさい。これから何します？これから、もう、ローションで塗りたくってやりますよ。はい。おやすみなさい。最後に、え、なに？うつぎて、ちょっと、来年のロッキンで会おう、じゃあねって何が？俺出ねえよ。のこさん大好き、ありがとうございます。私は YouTube 見て寝ます。はい。最後に中、眠そう。いやいや、今は眠。さとちゃん、ライブ行きます。はい。いや、うん。セカワと新生かまっちゃんのね、ライブ来てください、皆さん。ライブっていうか、まあ。ああ、うん、マジで、うん、ヒゲが生えてる、ヒゲ生えてる、ヒゲが生えてる、うん、コラボ曲やりたい、コラボほんまにやってください。コラボ曲もやりたいけど、まあまあまあ、それはね、肝試しもやりたい、肝試しも、肝試しやるから、肝試しはやろう、肝試しやるからコラボ曲もやろう。肝試しもさ、うん、エスカレーターもみんな面白くない、どうでもいい。え、じゃあ別に配信しないでやる。あれ見えない。あ、ちょっと残り 1% だ、やべえ。あ、それともう最後に今日誕生日祝ってって何が。まあとりあえずね、さとちゃんのこと、僕のねの外配信でした。うん、肝試ししてほしい。うん、おちんちん、おちんちん、おちんちんしか言わないんだったらもういいや。深瀬さん、おやすみ、止まってスクショしたい。いやもう、いや十分 したいっしょ。またやるよ。うん、ああ、おやすみなさい。はい。ああ、寝るよ、あの子も。もう寝る、これ9時に寝なきゃいけない。明日早いんだ。早いよ、マジで。うん、
じゃあもうお休みのね、もうね、お休みの中をね、皆さんにしてくださいってコメントが来てます。何の話してんの？何の話してんの？コメント何言ってんの？おやすみなさい、ね、指パッチン、やべえ、ちょっと待って、マジでもうこれもう最後だから、俺充電がもうないから、とりあえずおやすみね。うん、あとね、みんな、うん、こんな時間まで見てくれて、うん、うん、かわいい、好きです、元気と、おやすみ、おやすみ、チューはって充電器あるよ、つなげる、うん、充電器ある。いや、もう 寝ましょう。 OK、 もう寝ましょう。うん、寝よ、うん、いやー、ありがとう、おやすみなさい、眠たくない、寝なさい、はい、おやすみなさい、さよなら、うん、見れてよかった、ありがとう、うん、のこさん、ありがとう、うん、バイバイ。まあまあ、けどまあこの後もね、肝試しいいかわかんないけど、まあとりあえずまだね、寝るかわかんないね、僕とさとちゃんは。寝るよ、俺も。寝る？寝るよ。あ、もうマジで寝る。寝る。あ、マジで。あ、まあ朝9時だから、まあじゃあ俺も寝ようか。下ほんと幽霊出るな、あそこ。配信しない。配信しない。幽霊や。幽霊の。だから電波ないんですよね、あそこ。けどほんとに、うん、まあいいや、電波あったらするわ。 Wi-Fi あるよ。 Wi-Fi ある、 OK。 うん、残さないと寝ないで。いや、寝る。明日朝9時だから、俺も行っても、まあ朝9時じゃないけど、なんかあるから、とりあえず皆さん、あとね、うん、2人で寝ます。はい、おやすみって言ってください。おやすみね、俺に言われたくないんだろ、お前な、うん、な、うん、まあいいや。うん、まあいいや、おやすみなさい、さよなら、寝るぞ、寝るぞ、おやすみ、あとね、バイバイ。